の務めを全うせよ。はっ。頼むから無茶だけはすんじゃねえぞ。武装の豪傑も娘の前ではただの人ね。戦場ではすごい人なのだけど。五のリクソンの援軍を前方に見たことのない旗印が。厳重に護衛された馬車も見える。あれは光秀様。何故馬車に。放ってはおけない。速やかに進軍し救出しましょう。離しなさい。清盛に従う気などありません。釣れないね。悪いようにはしねえってのにさ。あとは清盛のおっさんとこで話そうぜ。出せ。敵将打ち取ったり。おっと、誰か邪魔しに来やがったな。仕方ねえ。ちょっと私遊んでやるか。敵将打ち取ったり。敵将打ち取ったり。ほれ、今のうちにやっちまいなよ。敵は私が止める。敵将打ち取ったり。敵将打ち取ったり。お助けいただき礼を申します。清盛の亡き娘がどうなっていたか。竜となんて敵陣を駆け抜ける。敵将打ち取ったり。敵将打ち取ったり。敵将打ち取ったり。明智殿は清盛がいかなるものかご存知でしょうか。正体は分かりませんが、あの猿孫悟空ならば。孫悟空を捕らえましょう。何か聞き出せるはずです。ここは通さない。絶対に。
せるに。なんじゃこの戦場は。死ぬだらけでは。わしの野望が満開しても。孫悟空、霧の中に隠れているに違いありません。私に考えがあります。ついてきてください。液晶打ち取ったり。山頂より怪しい気が漂っておるのじゃ。父上が目指しておられるのはあそこじゃない。私には守るべき人がいる。だが負けられない。先が楽しみな娘よ。わしに使え。天論じゃな。わらわは断固拒否するぞ。敵将討ち取ったり。王妃様譲りの武勇、さすがね。私も負けられない。隠れても無駄です。出てきなさい。霧が晴れちゃ寝てるわけにもいかねえかっと。
三国無双なり！ てめえらに捕まるほど間抜けじゃねえ。 あばよ！ 度はあなた方に救っていただき 感謝いたします。さあ、礼を言うのです。丁寧に言うんですよ。リュウビー殿、こたびは助けていただき感謝の念に耐えませぬ。かわいい。ホイック無事でよかった。だが悟空なんでしょう。かなりの豪の者と聞いた。 清盛は悟空と共に各地で戦を起こし、領土を広げ、有能な将を集めています。戦を仕掛け、将を集める。まるで愚かのようなお男だ。ええ、清盛を放ってはおけません。劉備殿、我らも共に戦わせてください。わらわも父上が尊敬する劉備殿のため命を張って戦いまする。